まあ、前半はいろんなバリエーションも出て良かったと思いますけど、後半ちょっと停滞しましたし、まあ、暑さもあって難しいところではあったと思いますけど、まあ、細かいところ言うと最後のファイナルサードのところでの質を上げていかなきゃいけないし、まあ、イージーなミスもなくしていかなきゃいけないと思うんで、まあ、やるべきことは変わらないですけど、まあ、今回こういう、まあ、環境だったり 芝の状況が違ったりっていろんな条件の中でやっていかなきゃいけないんで、まあ、また勝ち点3取れるように、まあ、メンバーも多少変わると思いますけど、その中で各々がしっかりアピールしていかなきゃいけないなと思います。まあ、今まで出てなかった選手が前回の試合で出て、まあ、ある程度のアピールができたと思いますけど、もちろん今まで出てた選手も、やるべきことをやらなきゃいけないことっていうのは十分理解してると思うし、だからこそ今まで生き残ってきてるわけで、まあ、そういう選手たちがさらにチームをプッシュアップして、この予選を通してチームの土台を作っていければいいなと思います。まあ、ここは雨ですし、まあ、さっき言ったように暑さだったり芝の環境も違うので、まあ、それも踏まえてまた気を引き締めてやっていかなきゃいけないですし、まあ、この間よりもミスをなくしてもっといいパフォーマンスを出せるようになっていきたいなと思います。